チャオ、あっちゃんです。今日ね、ちょっと来客あって、お土産にミスタードーナツ持ってきてくれました。で、子供ちゃんとかね、おやつで食べてんけどね、あっちゃんまだ食べなかったから、まだ晩ご飯の後のデザートに食べます。はい。ポンデリングのいちご。では。おいしい、もちもち。超美味しいな。いちごのポンデは初めて食べた。ポンデのもちもちが好きで、うち子供も全然もちもち感が好きで、よくポンデリング食べるね。おいしい。なんかね、いっぱい入れてくれちゃって、よいしょ。なんか入ってたね。こういうのをね、買いに来てくれた。で、買いに来てくれたお客さんが、ドーナツ持ってきてくれた。いつも動画見てるよー言ってくれて、動画の説明分かりやすいよー言ってくれてありがとう。ちょっとね、最近休んでるけどまたしてねって言われて、またお湯のお話しますね。ちょっと待っててね。あっちゃんに入れ替えてって言ってくれてるけど、体力がないでしょ。だからネジがちょっとね、ちゃんとそのトルクで締められへんとか、そんな怖いから、いや、大丈夫や、もうね。もうけど、怖いし。で、そしてもね、緩める力もないから、わからへん。その辺不安やから、やっぱり、エンジンオイルがもし漏れちゃうと、このオイル踏んで滑って事故したら、後続車の命、もしかしたら自分で踏んで滑るかもわからへん。ね。エンジン急に焼き付いてロックしてバーンって止まったりしても命にが変わることやからね。もう怖くて手を手つけへんからね。だから今は作業できませんって言ったら、あ、そう思ってありがとう言って、無理言うてごめんね言うてくれて、優しいお客さんやって、で、まあ、近くのあのカーショップでやってもらう言うて、こんな感じでね、やってもらいます。はい、おいしい、ありがとうございました。美味しかったです。これもちもちで美味しいわ。とね、子供ちゃんもなんか食べてる。なっちゃんももう一個残って、あと二個残ってんね。パイとドーナツと、それまたね、明日食べます。ありがとうございました。明日の朝ごはんにいただきます、パイを。で、ドーナツはお昼か昼前ぐらいにおやつにいただきます。ありがとうございました。はい、ということで今日はミスタードーナツの、ポンデリングチョコ食べました。チョコじゃわ、イチゴ食べました。ありがとうございます。美味しかったです。ではまたね。バイバイ。